残り15日間これでやりくりしたいけどきつい。ここ駐車料金かかるのか、500円もすんの。やだよ。これ戻るか一旦。結構遠かったな。目光ってるの分かります。昨日はちょっと深夜の3時4時くらいに寝たんで、なんかすっきりとした睡眠はできたわけではありませんが、ここのトイレも閉まってました。冬は外のトイレ閉まるんですね。輪投げ。週末から一気に冷え込むそうなんですね。ちょっと心配ですが、もっと防寒対策しっかりしていきますけど、あーもうほんとお金ない、やばい。今月ガスコンロとかフライパンとか調理器具とかイヤホンとかなんかいろいろ買っちゃったんで、本当にもう想定外の出費が激しいのでやばいです。なんか自炊ってちょっとこだわろうとすると余計お金かかっちゃうんですね。今月使えるお金が1000円2枚とお財布に入っていた小銭です。イヤホン買う予定なかったので本当にピンチです。今2872円。残り15日間これでやりくりしたいけどきつい。今僕は北海道の登別市というところにいます。本日も札幌に向けて進みたいと思います。Wi-Fi ないと不便なので一旦こっちに行きました。ちょっと山の方へ向かっています。やっぱ山の上来たんで雪も積もってますし、窓ガラスもちょっと曇ってきちゃってます。うわ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 、怖い。左落ちたら即死、絶対嫌だ。ちょっと緊張するなこの道は。変な汗かいてきちゃった。ここ駐車料金かかるのか、絶対嫌だ。500円もすんの、嫌だよ。どっか駐車場ないかな、無料の。ということで到着しました、登別温泉です。ここは大昔にアイヌの人々もこう薬湯として重宝していた場所らしいです。金棒だ。うわいいね、なんか春の動く城の魔法ショップみたいなところがある。かわいい、すげえ人懐か。あ、あったかそうなの着てるし、いいな。んどうした、え、何やってんの。違う、眼鏡だ。ダメや。ダメ。小町だ。小町。はい。いい名前やな、うん、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。ちゃんとね、外出ないんですよ。うわ、なんだあれ、コト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 って言ってる。すっごい煙。湯沢神社、ここからが地獄谷の始まりだそうです。やばいの見つけました。ドドン。さっきの煙のは火にならない。奥には剣山みたいなズギュンズギュンっていう。今からあそこぐーっと奥まであるので行ってきます。なんか日本じゃないみたい、煙の量が尋常じゃない。温泉濃度80度ですって。湯たんぽとかに入れたいな。カジカンバテが復活していく。30分のドライブコースです。少しあったかい。ここにも鬼がいた。駐車場が全然ないです。また降りて歩いてくる羽目になるのかな。こっちまで来たのにまた戻るようです。いやこれ戻るか一旦。
応車止めれそうなところはありました。日没まであと30分切りました。恐ろしい、ここ危ない。ちょっとこの道危険なんで早く渡りたいです。あ、ちょっと遠いな。有料駐車場使うわけにはいかないので。もうやばい、本当にあと数十分で暗くなっちゃう。危ない、地面凍って、危ない。こっち柵ないから、あ、浅いけどやっぱ危ないわこれ。この先通行止め、足元注意。ここか、本当だ、ここだ。うわすげえ、おー、天然の秋湯。早速入ってみます。一番いい特等席で入りたいと思います。なんだろうこれ、おー冷たい、あ、ぬる。これ結構ぬるめです。で、下が砂利なのこれ。あ、ちょっと感触が魚でもいるのかなっていう、あの川の砂利の感触です。これ泥、あ、すごい硫黄の匂いがします。すごい、あ、やばい、濡れた。あ、いやいい眺めだ。奥の方は地面も暑かったです。でもあっちの方がね、程よい温泉って感じですね。タオル持ってこればよかった。全然乾かない。めちゃくちゃぬるかったんで、もうちょっと悲しくて、自然の中に入れたってのはなんか嬉しいんですけど、ちょっと期待外れ感はありました。あっちなんです、車。結構遠かったのかな。たったった、ギリギリ日没までには間に合いました。今回はキャベツが130-140円ぐらい、カレーが54円、納豆が70円ぐらいでした。合計260円ぐらい。ついスーパーに並べられてる料理を真似したくなってしまって入ってしまいますね。目の前にキツネがパンパンパン、あそこにいるんですよ。目光ってるの分かります？これキツネですよね、犬キツネですよね。おお、こっちこっち、ああ行っちゃった行っちゃった行っちゃった。すごい警戒心強いな。おそらくね、ここにゴミとか捨ててあるんですよ。こういうのを漁っていたんでしょうけど。すぐ寒っ、いやー寒いな。やっぱり鍋を作りたいと。そのまま入れちゃう。お出汁はお水3つも入れちゃう。今本当に朝から何も食べてなかったんで、もう美味しいというか、お腹が空きすぎて何でも美味しい、うん、これツタヤでプレゼントでもらったフォークなんですけど、これケーキを食べる専用のやつらしくて全然刺せない柔らかすぎて、で鍋とか入れたらほにゃってフォークが曲がっちゃうし、やっぱね全然美味しくないなんかちょっと今回食材を無駄にした気分です。鍋よりこっちの方が美味しい。うん、納豆美味しかった。なんか今日はよくわかんないけど疲れてましたので、昨日は深夜4時ぐらいに寝たんですけど、今日は9時10時ぐらいに、札幌まであと1週間ぐらいで着きたいんですけど、最近ちょっと飛ばしすぎてる気がするんですよね。急ぎすぎてるというか、僕の北海道での最終目的地は札幌なんですね。その奥はちょっとこの時期と、なんかいろいろ踏まえて、その奥は行かない方がいいのかなって今のところはですね思っていて、とりあえず札幌には何としても着きたいんですよ。明日からいよいよ気温が一気に下がるそうです。今ですねこの寝袋も
寝袋これ冬用じゃなかったですね。普通のなんかちょっと薄めでしたね。羽毛布団、安いやつですけど、羽毛布団の中に今入れてる状況なんですけど、もう一枚ぐらいなんか毛布かなんかがちょっと必要になってくる予感がします。はい、そんな感じでとりあえずなんか今日は疲れたので寝たいと思います。おやすみなさい。また明日。おはようございます。